はい、ということでお疲れ様です。またまた、スニーカーを買いましたということで紹介していきます。こちらでーすすごいっすね。金ですよ、金、ゴールド。はい、ナイキ、ダンク、チャンプパックの一足でーす。こちらを購入いたしました。何回も言いますけど金です、ゴールド。いやー、すごいっすね。いやこれはね、2004年に発売になってた、モデルなんですけど、うん。で、さっきチャンプパックって言ったんですけど、パックものでした。うん。で、まあ、そうですよ。2004年って、アテネオリンピックだったんですよね。うん。そのアテネオリンピックのタイミングで、だから、要は、メダルの色っすよね。金、銀、銅出ました。うん。で、もうご覧の通り、金は、ダンク。で、銀はね、エアフォースワンでした。うん。そのエアフォースワンって何つったらいいのかな。去年か、今年じゃねえな、去年かその前ぐらいか、割と、ついこの間って僕は感じなんですけど、復刻されてましたよね。うん。あれが、銀メダルでしたね。うん。で、銅メダルは、エアマックス95でした。うん。エアマックス95が、どのエアマックス95が一番、なんか、パッとしなかったって言ったら、パッとしなかったって言ったらあれですけどね。はい。そういう感じでしたね。で、2004年製なんでね、結構古いんですけども、うん。まあ、状態はね、すごい悪いです。うん。履いたとしても、履けたとしても、本当に短時間、まあ、履くぐらいの、レベルですね。まあ、しかないですよね。でもね、僕はね、ほら、ピンクも好きですけど、金も好きなんですよ、ゴールド。うん、だからね、これはね、欲しかったんですよね、ずっとね。いいの出たらね、いいの見つけたらね、うん、買おうと思ってたんですけど、ね、ようやく見つかりました。うん、ということで、まあ、ついでなんですけども、僕、金好きなんで、僕が持ってるね、金色のスニーカーも、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思います。はい。ですね、まずはね、ダンク SB です。あ、今は SB ダンクって言うんでした気がね。はい。SB ダンク、の、これなんですけども。これはね、エリック・コストンの、言えてないかな。エリック・コストンの、シグモデルですね。いや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 、すごい金ですよね。これはね、ちょくちょく、僕の動画に出てきてるんでね。あ、それ見たっていう人がね、いるかもしれないですけどね。これ、なんだっけな、何年製だっけな、2010年製ですね。はい、こういうのは言います。はい、そしてですね、あとこれはね、金っていうかね、まあ黒金なんですけど、うん、久しぶりに出しました。うん、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドとの、コラボレーションの、エアフォースワンですね、ハイカット。うん、ベルクロはねちょっと欠品しててないんですけど、これもね、かなり安く手に入れたんですよ。もう、ベルクロが欠品してるっていうのもあったし、うん、だいぶコンディションこれも悪いんだよ。でもね、これめちゃくちゃかっこいいっすよね。うん、2009、うん。時代を感じます。うん、本当にね、かっこいいな。ちょっと、久しぶりに履こうかな。最近履いてなかったんで、はい。という一足です。はい。あとはね、アディダスなんですけども、うん。アディダスといえば、スーパースターですよ。スーパースターの金色も持ってました。いやー、もうこれは説明不要ですね。はい。そして、ラストなんですけども、アディダスマイクロペーサーでーす。はーい、こんな感じでゴールドなんですけども、マイクロペーサーはね、アディダスの中でも僕はもう5本の指に入るぐらい好きなんで、うん、これはね、もう最高ですね。という感じで、まだ探せばね、も、金入ってる、うん、スニーカーあるかもしれないんですけど、今日はとりあえずこんなところでね、紹介は終わりたいなと思いますけど。まあまあ、じゃあダンクに戻りますね、ダンク。はい。で、これはね、まあ、さっきも軽く言ったんですけど、もちろんね、中古で買ったんですけども、うん、シューレースがね、デフォルトの、シューレースも金色なんですよね。でも、残念ながらそれはついてなくてですね、うん、買えました、シューレース。うん、ね、たまたま僕金色のシューレース持ってたんですよ。うん、で、金色のシューレースってまあ使わないじゃないですか。よし、これだと思ってね、
これに装着しました。そうですか。本当に今金高いですから関係ないか金高いからって言ってこのスニーカーが高いわけないから、でもまあ本当に鮮やかな一足で、まあね、さっきも言ったんですけども状態が良くないんでね、あまりガンガンは履けないんですけども、ちょっとね目立ちたい 時とかね、ちょっと気持ちが落ち込んでる時とかね履けたらなと思っております。はい、ということで、今日の動画はですね、スニーカーを買いましたということで、ダンクジャンプパックの一足、金メダルの一足、こちらを紹介させていただきました。今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日も、最後までご視聴どうもありがとうございました。リンノスマンでした。バイバーイ。